にちは。僕の名前は見つけ太郎です。このプログラムでは見つける、触れる、探るの3ステップを通じて未来の課題を解決するために立ち上がった先輩たちのアイデアや思いを聞きながら学んでいきます。これからの未来を生きるヒントを一緒に見つけてみましょう。3時間目ではお肉について話を聞いていきます。そういえば小政さんはこの前こんなことを言ってたんだ。南極の基地ではですね、実は南極に行きたいと言って行く人が結構いるんですが、そういう人たちでもやっぱり同じずっと食事だけではですね、なかなかやっていけなくて、厳しい環境だからこそ、しかもその何もない環境だからこそ、実は食事っていうものが日々の生活のもう主役になるんですね。僕は宇宙でお肉が食べられなかったら耐えられないかも。まずは自己紹介をお願いします。はい、培養肉とかこう細胞農業とか言い始めて、今はインテグリカルチャー株式会社の代表取締役をやっている羽生です。よろしくお願いします。はい、代表の羽生と声かけてもらってですね、今は技術の方の開発を進めております CTO の川島と申します。よろしくお願いいたします。はい、細胞農業というのは細胞培養の技術を使って、これまでが農業生産物として思われていたもの、例えばそれが肉でも野菜でも毛皮でも、そういったものを作る技術のことを言います。例えばステーキを食べるには牛を育てないといけないよね。そして牛を育てるには農地が必要。でも細胞農業では細胞を育てるための装置があればどこでもお肉が作れてしまうんだ。細胞農業は細胞からお肉の繊維状の構造を作ったり、脂肪や血管を組み合わせて食感のあるお肉に加工していくことができるんだって。ここで最近の宇宙食を紹介します。宇宙飛行士の皆さんはこんなご飯を食べているんだね。そしてこれが宇宙食の歴史です。最初はフリーズドライみたいなものしか食べられなかったのに、どんどん進化してるんだね。種類もすごく少なかったけど、今ではいろんな種類のご飯を食べられるみたい。細胞農業の技術を使ったら、好きなメニューを好きな時に食べられる日が来るかもしれないね。はい、今の培養肉の課題はとにかくめちゃくちゃに値段が高いことです。ただしうちは同人サークルの時代に、こう自宅でちょっとしかできないけど細胞培養をやる方法を見つけました。でこれの性能を上げてさらに大きくしているのがインテグリカルチャー株式会社です。細胞農業のやっていることは、こう細胞で物を作るということですので、例えば高さ300メートルの継ぎ目のない高層ビルをこう細胞培養で作ろうとか、サイボーグ部品を作ろうとか、そういった将来もあり得ます。そのためにどんなことをしているんですか？はい、今取り組んでいるのは、そのお肉を育てるためのその成分を作るリアクターです。それ何かというと、僕たちの体に流れている血液を半分に分けると、血清とそれから血球っていうのがあります。で今我々が僕たちが作っているのはその 血清と呼ばれる部分で、この血清があると何ができるかっていうと、ペースト状のお肉が作れます。今まではお肉を作るためにそれぞれの細胞を培養していたんだけど、羽生さんと川島さんは逆転の発想で細胞を生み出す臓器を培養して細胞を作り出しているんだ。臓器を培養する方が培養肉を作るコストが大幅にダウンするんだって。で僕たちはもうすでに血清を作ることができていて、でそこからそのペースト状のお肉をいかにたくさん作るかっていうような開発をしています。
で将来的にはその血の成分のもう一個 の, その血球と呼ばれる成分を作って、でそのいわゆるみんなが食べているステーキ肉のものみたいなものも食べれるように作れるようにしたいなと考えてます。培養肉はいつ頃食べられるんですか？培養肉の最初のものが2022年に一部のレストラン で2025年からスーパーで並び始めると考えています。